ご存知の通り汚染水が漏れてますよね。で、あの汚染水の汚染の度合いどのぐらいかっていう話なんですよ。で、ここに書いてあるんですけども、1リットルあたり2億3400万ベクレルで、これは全ベータ線量です。だから当然ガンマ線とかからアルファ線とかいうのももう出てるんだけれども、とりあえず全ベータ線でリットル2億3400万ってことはえらいむちゃくちゃなんですよ。それこそ仮にも間違って汚染水の中にドボンと体がついたら、はいさよならと瞬間的にそうなるというぐらいの高さだということをまず頭に置いておいてください。で、それでですね、2013年の8月に300トンの水が漏れてるのね。で、ついこの間2月19日にも出て、この時にこういう数字が出てたんですけども、13年の8月の時はこの数字は出てなかったんだけど、実はこの時に漏れたのはですね、ちょっと見づらいんだけど、井戸がね、こっちからずっとこう並んでるのね。で、これは原発よりも上流側にある井戸なんですよ。で、それのすぐ近くに漏れたのが、漏れたタンクがここにあるんですよ。で、そのすぐ近くのところから、もうすでに東京電力は自分家で決めてる1500ベクレルという、そういう汚染レベルを超えちゃってるんだね、この3本は。で、井戸なんですけれども、地下水に流れていますよね。で、比較的浅いですから、こういう雨が降って、今のような季節になると、ものすごい量流れるんですよ。で、カラカラになれば量が少なくなるんだけれども、ですからね、それこそもう、この前までは400トン、1日400トン、原発のその原子炉周りに流れ込んできて、全部汚染水になって、それがまた流れていくっていう。で、そういうことなんだけれども、まさに今起きていることっていうのは、原子炉の周りを地下水がザーッと流れていく。で、このザーッと雨が降ればですね、本当にものすごい量の放射能がもう海に流れていくということで、当然そのものはもういい加減、もうパニクってるというか、打つ手がないというか、で、問題はこの凍土壁、凍らせて壁を作るっていうことを言ってます。で、この件なんですけれども、実は事故直後にですね、既に京都大学の小出先生などは、もうすぐにでも作りなさいと、作らないと大変ですよってことをね、ずーっと言い続けてきた。で、民主党政権下でも凍土壁ではないやり方の壁を作りましょうっていうことを言いかけたんだけれども、実は株主総会で潰されちゃったということがあるんですよね。はい。福島とつながろう。3、1、2を忘れない。3、1、2を忘れない。
失礼します。